今日は僕と一緒に粘土で遊んでみようね。まずはこれ粘土板だよ。今日はこのカニさんで遊んでみるよ。まずはこの緑の粘土を伸ばしていくよ。くる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 やったら、この伸ばし棒でぎゅーぎゅーって伸ばしていくよ。ぎゅー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 、このくらい伸ばしたら、さっきのこのカニさんのところにペタンって押していくよ。ぎゅーぎゅー、上手にぎゅーぎゅー押せたら剥がしていくね。ほら、カニさんの完成。それで周りを取っていくよ。このヘビクンヘラで取っていくよ。上手にできるかな。周りのいらないところをヘビくんの尻尾で、こうやって取っていくね。そうすると、はい、カニさんの完成だよ。上手にできた。次は何作ろうかな。そうだ、この猫さんの型抜きで、ね、黒猫さん作ってみようね。じゃあ黒猫さんだから、この黒い粘土だよね。この粘土をじゃあ次はこのワニくんハサミでチョキチョキしていくよ。半分にチョキン。ギザギザに切れたよ。すごい面白いね。たらこの半分をまたくるくるして、この伸ばし棒でまた伸ばしていくよ。このくらい伸びたら、この猫さんの型でからぎゅー、パカッ、あっという間に黒猫さんができたよ。かわいいね、上手だね。見て見て、今日はカニさんと黒猫さんを作ったよ。とっても楽しかったな。今日はみんなと粘土で遊べて楽しかった。じゃあまた見てね。バイバーイ。